皆さんこんにちは。街角で見つけた無名の古いレンズに何かを感じてしまい、正体調査にブレーキを忘れそうになったアズイズカメラです。本日は男性ボイス白上小太郎でやっていきます。本日の動画はアンティークレンズの来歴調査と撮影テストです。たった1100円のレンズ発見が驚きの調査結果に至るまでの内容を信じていただけるよう頑張ります。まずは見つけた時の状況を紹介します。このレンズは東京の老舗カメラ店のケースに並んでいました。多分以前からあったものだと思います。ある日ふと気になって手に取ってみたら、カメラ黎明期である19世紀の頃の雰囲気なのに交際絞り直進ヘリコイドと一体間に通じる機構がついていました。ただ大体必ずあるレンズ名の表記がありません。お店の方に聞いても正体不明とのことです。名なしなのでたったの1100円で売られていました。むむむ、なんだかお宝の匂いがします。仕様や見た目の特徴から正体をたどれるかもしれません。捕獲して持ち帰ることにしました。まずは状態を確認して特徴をつかみましょう。19世紀のレンズは鏡胴が飛び出しているのが多く、その鏡胴に名前が彫ってあるのが普通ですが、このレンズは埋め込み式ですね。そして精度は高くないものの、レバーを触るだけで大きくレンズが繰り出される直進ヘリコイドを内蔵しています。絞りは12枚バネの美しい交際絞りとなっています。ただ絞り値がなぜか今風の1948年に制定されて今も使われる国際絞りの値になっています。なんだこれ。そして驚くことにレンズコンディションはとても良いです。これはぜひ正体にたどり着きたいところです。魔法の水晶インターネット様に聞いてみます。こういう古いカメラのデータベースとしてはアーリーフォトグラフィーさんという素晴らしいサイトを見つけました。ここでうまくいけば一発で見つかるかも。カメラのジャンル別にページが整理されているので、ここで固定式、ヘリコイド付き、絞り内蔵、シャッター別体のレンズが使われているジャンルを探しました。するとストラットカメラという持ち運び用のカメラ群にズバリこの特徴を持ったレンズがついたカメラが多数写っていました。ただ同じ機能を備えたレンズの中にそっくりのレンズが見当たりません。解説を全部見ましたが全部レンズ名板がついています。次に絞り値から製造国を探ります。19世紀末のカメラ主要製造国はイギリス、ドイツでした。イギリスだと US 絞りなので F 値を使うドイツ製と思われます。そして F8 からの表記は一見1948年制定の現行のものに見えましたが、カメラミキさんがフリッカーに上げた写真で古いカメラに同じ F88 枚を見つけました。 F6.3 などを使う大陸絞りが20世紀初頭に定着するより古く、でも1890年頃発明の交際絞りがついていることから19世紀最後の頃のものと分かりました。この条件に合うカメラを今度はカメラミキさんの本サイトで探るとほぼ該当するカメラを見つけました。エルネマンクラックカメラが1901年発売でした。そしてこのカメラ名で検索したらついにコレクティブレンドさんというサイトで最初期型と思われる1枚の写真にたどり着きました。エルネマンとローペンクラックモデル1です。しかもアーリーフォトグラフィーに出ていた1902年型はレンズ名板にレンズ名がありましたが、この写真にはありません。粗い写真1枚しかありませんが、並べてみるとデザイン、絞りの仕様、名板なしといった特徴が全部一致します。とどめは内部機構オールフォトレンジーズさんにエルネマンの1904年製別レンズの写真が載っていました。レンズ名板ありになっていますが、絞り機構、塗装のみならずヘリコイドの構造がネジまで全く同じに見えます。エルネマン製レンズで確定と判断しました。このトローペンクラックはエルネマン社初のクラックカメラなので、レンズ名板がない19世紀のレンズの特徴と20世紀の機構が混ざっているのはそのせいと思われます。しかもトローペンというのは南方用、すなわちヨーロッパ視点での探検用カメラを指し、撥水、高耐久な高級木材、飼育材でできたいまでいう防塵防滴機能付きです。ということで、街角で1100円で見つけた今回のレンズは、
20世紀最初の年だけに販売された超希少な探検用カメラのものだったという驚きの分析結果となりました。ただ話はここで終わりません。薄型木製デシカッティの探検用カメラ、どこかで見たことがある気がします。多分皆さんもご覧になったことがあるかと。そう、最初にこんな写真を撮ったカメラです。天空の城ラピュタの主人公の一人パズーのお父さんが嵐の切れ目から撮影した時のやつです。このカメラの写真はフリー素材で公開されていないので、ヤフー知恵袋さんからの小さい引用ですいません。四角い木製手持ち冒険カメラで、レンズは埋め込み式です。撮影の際に右手で引き蓋を抜く必要があるのも同じ、レンズを手前に引き伸ばす必要があるんですが、アニメでは省略されたのかなと思います。またアニメにはちゃんとバシャッとフォーカルプレーンシャッターが動作する描写もありますが、これが決定打です。フォーカルプレーンシャッターというのは、実はクラックカメラのためにドイツで発明された高速シャッターが現代まで使われ続けているものです。父さんのは真四角、エルネマンは長方形ですが、実はこのエルネマン、使うフィルムに応じて真四角ボディという選択肢も存在したので、そこは差ではないです。本物も事前に設定しておけば取り出して数秒で撮影できます。見た目、使用目的、無限遠ならピント合わせ不要な点など、ほとんど完全一致と言って良いです。トローペンクラップカメラというのは、そもそもフォーカルプレーンシャッターを発明したゲルツワンシュって高名なフォクトレンダーも作っていました。でも他社の製品はレンズ位置を上下に動かせる煽り機構がついていて、前から見たらシンプルな一枚板ではありませんでした。追いかけるエルネマンも1902年には煽り機構を搭載したようで、ご覧の初期モデルだけでもどんどん豪華になっていきます。飼育再生というのは防塵防滴のためだったんですが、高級木材の美しい仕上げが当時大人気となり、高級カメラとしての位置づけになってゴージャスになったようです。つまり父さんのカメラといえるシンプルな木製の探検用カメラは、このエルネマンとローペンクラックの1901年最初期型だけと思われます。素晴らしいカメラの貴重な最初期型レンズ、しかもレンズコンディションが良いとあらば、もう撮影してみるしかありません。手持ちの部品でマウントをでっち上げることにしました。シャハトのマクロアダプターとライカヘクター用のレンズ強度を持っていますので、これでやってみます。普通 M42 のマクロアダプターはこの強度には小さいんですが、このシャハトのものはちょっときつめなので、なんとぴったりはまってくれます。そして今回のレンズはマクロリングよりわずかに細いので、ほとんどガタつきなくこれでライカの強度に取り付けることができました。シャハト、ライカ、エルネマンというドイツ製アイテムの3連結で、なんとたった5分でライカ M マウント化できてしまいました。厳密にはちょっと緩かったので、マスキングテープを二重巻きにしてギチギチに取り付けています。あとはもう LMEA7 経由で α7-2 にマウントすると、なんということでしょう。この1901年製のレンズがオートフォーカスで使えるようになりました。早速撮影してみます。近距離はとても苦手なので、マクロリングももう一つ足しています。解像度としてはオートフォーカスがギリギリ動作するレベルです。何にせよ太古のレンズでロボット兵を撮影することができました。ラピュタの700年とはいかないものの、120年前のレンズの目覚めです。素晴らしい。ちなみに画角は他のレンズと比べて 150mm ぐらいと分かりました。これもエルネマンとローペンクラップモデル1の使用情報と一致します。ちなみに動画は精一杯ピントを合わせてこんな感じです。レンズ構成はアプラナートで、1866年発明というさらに太古の構成です。良し悪しは問題ではありません。屋外撮影はなんというかもう2400万画素デジタルカメラで撮ったとは思えないほどのタイムスリップ感がビンビンです。これはすごい。ピントの山は分かりにくく、色も乗りません。α7-2もピント合わせに苦労します。でも間違いなく、ちゃんと撮影できました。
しかも改造していないかというとそういうわけではなく、中心に捉えた虫を5倍拡大したらこれぐらいは映っています。次は無理めの夜景撮影と思いつつ東京駅に持って行ったんですが、なんか思ったよりちゃんと映ってます。意外な強みにびっくりです。画質云々を言うつもりはなかったんですが、解像度比較ができるレベルに見えます。 F16 はブレていますが、無限遠の中心部分しっかり解像しています。全く詳しくないですが、望遠鏡の世界ではアプラナートという名前を見かけることがあるようです。この強みと何か関係あるのかもしれませんね。激安で手に入った無名のジャンクレンズですが、調査と考察の結果は非常に貴重な単品用カメラのレンズだという私にとって得でしかない結果になりました。しかもそのレンズを無改造でデジカメにマウントして復活に成功、タイムスリップしたような写真から意外な夜景の写りまで満喫できて大満足です。エルネマンとローペンクラックは最初期型じゃなくても市場価値 4,50 万円はします。1901年製の最初期型ならレンズだけでも大変なお宝で笑いが止まりませんが、実際は無名のレンズですから鑑定団にでも出さなきゃ確定はできない妄想です。そもそも父さんのカメラは架空のものだし、もっと近いものがあるかもしれません。ただ私ラピュタ大好きなんで、私的にはこの結論でいいやと思ってます。なんせ私のこの趣味も家で代々引き継いだカメラやレンズがきっかけですし、古いものや見たことがないものを探す探検が今も大好物、実際継続中で、これは多分ラピュタのせいです。良い映画というのは人生に影響ありますね。本日の動画はいかがだったでしょうか。これからも動画を投稿していきますので、次も見たいなと思っていただいた方はぜひチャンネル登録をしていただけると励みになります。評価も嬉しいです。それではまた近いうちにお会いしましょう。